こんばんは、電気屋 YouTuber です。最近、今日のカメラマン前田なんですけど、最近今日呼び出されてんなちょっと1ヶ月ぐらい休みやったけどせやな、なんか知らんけどちょっと出張やから、今取りだめしてて、うん、これからもいっぱい呼ばれると思うんだけど、ちょっと話変わんねんけど、うん、これ1000人の時、俺に届けてくれたやん。おーおお、今俺2300人になってんねんけど、うん、2000人の盾とか作ってんなんかちょっと、なんかあのストーリー的になんか俺聞いてへんパターンのストーリーやな、これ。お、2000、あ、それ、ハンダで俺に2回とくわ、ほんなら。あ、もう、これはこれで家に買ってきたいから、また2000の。あ、次の枠は1万の枠やねんけどな。っていう話は置いといて、ね。お、今日はですね、今、スタッツさんっていうメーカーの作曲が流行ってまして、めっちゃかっこいいんですけど、ネット限定販売で試着ができないんですよね。だから俺、サイズがこう、これ部分 M でこれ L やねんけど、ちょっとでも細く見せたいから、ギリギリを狙ってんねんな。これはまあ、ワークマンなんですけど、っていうのがあって、躊躇して買われへんかってんけど、3日前ぐらいにスタッツさんのホームページ見たら、試着できます、送りますみたいなんで、M と L 両方ちょっと頼んでみたんで、僕と同じようにこうサイズ感で悩んでる人もおると思うんで、僕はちなみに身長175で体重が80キロです。まあ参考になればいいなと思って。でちょっとまあ肩幅が広めなんで、うん、同じ L でもちょっと突っかかるっていうのが悩みなんですけど、まあ、今から着ていきます。結構こういういかついダンボールで、ね、届きます。このテープもかっこいいだろ。今回はマルチツールちゃうやな。今回もあのさすがにフレームきついから。あそうか。なるほどな。このテープもラミネートしたらステッカーとかにできそうやな。おお。なんかテープもちょっときれいに剥がしてきれいに貼るわ使えるかっこいいな。あとラミネートしてみようか。こんな感じです。それは何シリーズ違いでってこと？うん、多分な全種類俺頼んでん。とりあえず M のズボン系から同じのが2個あん。あ、微妙にしたんや。同じシリーズでまずまとめるわ。とりあえず、どれを頼んだかちょっと忘れたんですけど、1、2、3、4、5種類で、僕 M と L 両方ちょっと試着したかったんで、まずこの S1207 っていうやつの M サイズから履いていきます。で、かっこええな、こういう感じでね。へー、あとは僕が M が入るかなんですけど短くない？そもそもこれ、M なんですけどちょっとこう、足もこんないし、逆におしゃれやけどな。ビジネススーツとかも今短め流行ってるやん。石田純一的な。そう、まあ、ちょっと僕は M じゃないかなっていうことでてやな、まあ、せっかくなんで M、上の M も着てみます。 S1210 の M に着ます。あ、これジャージタイプの方。あ、作業着っぽくないような。ラグジュアリーを意識したって感じが見た感じ、ピチピチっぽい。うん、ちょっとワンサイズ小さい感はあるよな。180センチで80キロの僕が M を着たらこんな感じです。それの M はちょっとないな、うん、無理やな、うん、S1210 の M をやめます。 S1210 の L いきます。これがいけたらこれでいかれへんかったら俺もサイズはないな。 M で試着頼んでたのに次 LL で頼んだ。恥ずかしたね。うん、いけるな。あ、そっちの方がええんじゃん。動画で分かりにくいかもしらんけど。どう？うん、うん、あの僕が来た感じ全部に動かせていい感じですね。はい、この L の上はいけると。どんな感じ似合ってる？うん、なんかあれみたい。ほんまに普通に作業時間はないで、ない正直、まあ、それが逆にええんやろけど。そうなんか おしゃれ感あるよな。これ8000円ぐらいかな。おー、マジか、高級やな。下も履き替えるわ。 L の下が M でパツパツなんで、下の L に履き替えてみます。 S1207 の L に履き替えます。あ、下 L で上 M にしました、うん、ちょっと俺これ足中に入ってるかな。そうなんちゃう、L、それかまあもともとなんかちょっと短めの作りなんか短めなんかな。ちょっと腰パンじゃないけど下げて。これスラックスタイルですね。このポケットがない。あ、ここにポケットあるわ。いいな。一回ちょっと回ってみたら後ろもこれこうなってんのか。ほんでなんか後ろなんか真ん中になんか上の真ん中あ、なんか入ってる。そうこういう感じです。なんか普通に私服感あるな。これで上だけ変えてみます。 S1200 とりあえずもう M は多分キツキツだったから L でいきますね。お、これかっこよくない？おー、ええな。大丈夫、まあ、こういう感じする。あ、それ渋いな。渋い、それええんちゃう。これは買うわ。さっきのより A で、さっきのより似合ってる。うん、俺はこっちってことやな。
そんな感じです。まあ、サイズも僕 L で十分かな。現場やからこれちゃんと締めっていう。お、かっこええな、それ。ほんまにかっこええわ。ズボンだけ履き替えていきます。S1208。あ、これもこれセットじゃん。調理セットアップやな。あ、履いてみます。やっぱさっきのより絶対そっちの方がええで、だって裾もだってタッパタッパっていうか、やっぱあれ短めなんちゃう、ちょっと同じメーカーでも S1208 を僕が着た感じこんな感じで、めっちゃええんちゃうそれ。うん、なんか鏡がないか分かんないけどいいと思う。で、さっき足が11だったんですけど、 S1207 は僕足がねちょっと出てたんですけど、これは、まあ、靴とか履くことなんでちょうどいいよな、うん、ちょうどいいぐらい丈の長さで、僕の足は別に長くもなく短くもないぐらいだと思うんですけど、おしゃれ、うん、かっこいい。結構インスタとかではこうやってこういう風にみんな開けて撮影してはるわ。へぇこれが多分あれや、そのジャージの下や。あれさっきのはじゃあジャージの下じゃないんや。さっきのはスーツ系のあれちゃうんかな。へぇ、ほらほんまやな。これが S1419 で、多分さっきの S1410 と組み合わせて着るやつですね。上下セットアップ的な。まあこれあの現場に着ていくこともできますし、普通におしゃれジャージとしてな、うん、コンビニ行ったり居酒屋行けるよな。普通に居酒屋も行けるし、うん、あの北新地とか北新地も行けるな。行けるやろし、俺さえもな北新地、ちょっと待ってな、北新地っぽいパターン行ってるかな。どうしよう。あ、行ってる行ってる。そういうのが合いそうじゃない。うん、せやな。ポケットにこう入れて、うん、南とかで、まあ、そういうのが合いそうな感じだね、うん、ってことでこれで全部終わったかな。俺は今回、これの上下やったっけ。 やってた、さっきやった。1回だけ来て終わるわ、うん、めっちゃ普通にかっこええな。これも買うわ。買う言うても1回送り返したのか見てな。あ、そうなん。いや、普通にかっこええと思う。これさ、うん、うち棚浦と契約してんねやんか。うん、で、このコロ持ってきてくれって頼んねんけど、うん、取り寄せられへん、うん、ネット限定やから。ってことで、うわと思ってて、うん、それ探したら送ってもらえたみたいな。あ、これやな。もうそれはほんまにええと。今回僕は S1208 ってやつと S1200 ってやつの上下を L サイズで購入します。うん、ポケットと携帯とかかな、ちょっとちっちゃめの。で、ここに、まあ、キーケースとか、俺のパターンとか、うん、ここちょっと大事なのファスナーついてるから、ここにもなんかポケットあるのよな。ポケットもこう2層式になっててさ、これとこう入れれる。こっちは、こっちは右だけ。後ろはファスナーついてんの。ファスナーの部分と、ファスナーついてんですよ。あ、2層式になってんのか、うん、左は1層式、うん、で、作業服の方は素材もありやな、こことここで書くな、こういう感じで、うん、入れれると。これテスポデとも同じやけど、ここチラッとこういう何柄や、それペイズリー柄。これペイズリー柄やと思う。でも迷彩に見えるで、それうまいな。コーティがペン入れはない、はない。あ、ここペン入れや。おマジックとかね、職人入れるんで左にはついてますね。あの僕はこういう感じのサイズ感やったんですけど、今撮影してる前田が何ご身長、168のの、体重が61に168の61キロの前田くんが来たらどんな感じか、ちょっとせっかくなんでやっていきます。まずジャージからいく。前田がこのジャージのやつの M を着た感じどう。いや、ウエストとかめちゃめちゃちょうどやで。ちょうどっていうかまだゆとりあるけど、うんうんうん、ゴムである程度伸びるから、S やったらちょっとちっちゃいかなぐらい。いや、いけそう。S も多分いけると思う。あ、S でもいけるし、M でもいけると。うん、ピチピチに着たいんやったら S か。でも今はちょっとゆとりもあると。うん、前田が M を着たら。ちょうどちゃう。ああ、そういうことね。確かにあんまり股とか広げたらちっちゃかったら破れるからな。ほんな次、この俺が着てるやつと同じやつ。お、めっちゃええ感じやで。ちょうど。ちょうどやな。ほんまにちょうどやと思う。ウエストはほんまにぴったり。若干長いかなとは思うんだけど、163の61やったっけ。168の61キロ163が来たらこんな感じです。あ、ええやん。うん、めっちゃ似合ってんで。おしゃれおしゃれ、動きやすいしって感じで。今回ね、スタッツさんの作業服を試着させてもらったんですけど、僕はとりあえずこのワンセット購入することに決めました。まだね、現場で来たことないんで現場での感想は言えないですけど、多分あのすごく動きやすいんでやし、かっこいいし。で、まだこれインスタとかではたまに来てる人いてるんですけど、現場ではまだ数少ない、見たことないんで、目立つことも間違いないと思うんで、ぜひ早めに買うことをお勧めします。
応これあのどうやって僕送り返すんかな思ってたんですけど、これ なんていうのこういうの着払い、着払いの送り書、送り書が入ってます、うん、ってことなんで無料で送ってもらえて無料で送れる、まあこういう僕らユーザー側はお金がかからないようにそこまで気を使ってくれていて、送料かかるかなと思って別にいいかと思ってたんですけど、まあありがたいことに両方無料です。でこのテープなんですけど捨てるのもったいないもったいないなと思って、うん、こういう感じでちょっとラミネートしてみようかなと思ってね、実験してみます。6枚いってんのは無理やったかな、押さえながらいったらいいんじゃん、いける、いってもた、いってもた、いってもた、ちょっとなかなかレベルが高いとか難しいですね。あ、さっきくっつけばよかったんか、あでもまっすぐなってない、うん、いいんじゃないですか、後ろのガムテープが映るな、多分茶色く、あー取れな、このラミネートこんなもんなんちゃうラミネートだって、うん、安いからさ、これいや、多分全部こんなもんやと思うね、うん、どう、あ、ええやん、でこれでラミネートで、ラミネートってこう周りが付着されてるからさ、うん、ちょっとそこのサイズで切って、はい、こんな感じでステッカーが出かかりました。部屋とかに貼ってもいいんじゃん、なんかマグネットつけたらな、あ、マグネットつけてこういう使い方したらスタッフさんに怒られるかもしれんけどまあちょっとおまけ編としてやってみました。まあ僕は貧乏症なんでこれをちょっと部屋とかいろいろ貼ってみます。はい、おまけ編終わりで以上です。はい。